現時点におきましては、あらゆる可能性を否定することができない現状にございます。解釈次第ということになりますが、解釈によってはその可能性も否定できません。国語に関する問題となりますので、具体的な名称に関しては明言することはできません。断じて違います。労働人口の減少、待機児童問題など、さまざまな課題を抱える現代社会の中で、我々が一丸となって取り組むことが解決の糸口になっていると強く書いています。はい、いいえではなく、イエス、ノーと今おっしゃられたことがグローバル化した現代社会の象徴であると強く感じています。私としましても時間となりましたので、ここで締め切らせていただきます。